ける。どこなの？ローズ危ない！あの時私をかばって離れちゃったんだ。あの声は父さんの声。マイケルは父さん。諦めるな。結晶を見つけろ。彼のおかげで助かったのね。必ず結晶を見つけなきゃ。一体なんでこんなところに？何この景色。ここは一体何なの？みんな城で見た時と同じ。
勝を見つけなきゃ。私のコピー、ここで生まれていたの？ここに誰かいたみたい。この人、もしかしてずっと私を見てたとか？まさかね。力を感じる。すごく強い。結晶が近いんだ。もうすぐだよ、マイケル。この奥ね。どういうつもりでこんなものを？感じるわ。今度こそ本物。抜けてく。嘘みたい。これが普通の感覚なのね。来たか。待ちかねたぞ、ローズ。誰？あなた誰なの？
我が名はミランダ。え？成長して力をつけたお前を、もはや私には封じることができなかった。だからこそ自分の意志で力を捨てるようにこの世界に呼び寄せる必要があったのだ。そんな、でもKは言ってた。そいつが？本当にそうか。私が見せた幻覚だ。よくできていただろう、そう思わぬか。そんな。さあ我が娘エヴァの器となるがいい。どうぞ逃げろ。おのれイースさん、行け。ここで実体化するとは。ローズ逃がさぬぞ。絶対に。ローズ、ローズ急げ。逃がすものか、絶対に。本当に父さんなの？だが話は後だ。走れ。させたくなかったんだ。お前を守りたかった。一人にしてすまなかった。出口を探していたんだ。心配ない、すぐそこだ。ローズ！娘から離れろ。俺の家族に手を出すな。さあ早く。逃れられると思う？イースさん、またしても忌々しい。ローズ、今のうちだ。普通に生きて友達を作れ。もう化け物なんて呼ばれない。でもローズ、行くんだ。父さんを置いていけない。分かってるよ。ローズ、でも無事でいてほしい。だから早く。イースさん、どこに行くにして。ここはいいから早く行け。大丈夫、私に任せて。その程度の力でこの私に立ち向かえると本気で思っているのか、愚かな小娘。今までの私と同じだと思わないで、本当の力を見せてあげる。なぜ無駄に苦しもうとする。屈したところで誰も攻めはしない。さあ思う存分泣き叫ぶがいい。その力私が試してやる。なぜ私に歯向かう。遅すぎる。
い虫のようだが、仮に生き残ったところでお前に何の意味がある？父親を救えるわけがない。お前たちは異なる世界にいる。さあ行くぞ。さあここで終わりだ。させない。ありえない。お前の力はやはり特別だ。引き出した甲斐があったぞ。随分と苦労したがな。うまくやったつもりでしょうけど、後悔させてあげる。そろそろ時間切れだ。我が元へ来るのだ。さあ我が天、私はこの貧困の世界の中でエヴァの復活だけを願った。だが何度器を作ったところでエヴァの器足りうるものはなかった。だからお前でなければならないのだ。お前だけがエヴァを受け止め復活させられる。何を犠牲にし幾年かかろうとも、私はこの大願を必ず成し遂げる。悪あがきももはやここまでだ。幸せは手に入らないのだ。勝手に決めないで。私の幸せは私が決める。お前は決して普通にはなれぬ。この私だけがお前を導くことができるというのに。往生際が悪いぞ。さすがはイーサンの娘だな。その命の輝き、まさにそれこそが我がマナ娘エヴァの器に必要なのだ。いるはずが。もう終わりにしよう。お前に勝ち目などないな。やってやる。大いなる
る力にその体を明け渡すがよい。これほどまでの力とは、エヴァの器としてこれ以上の素材は他にないというのに。私は器なんかじゃない。誰かのコピーでも身代わりでもないわ。私は私を。そんな、エヴァ、いや、ローズ大丈夫？大きくなったな。生きてそばにいなくてもいつも見守ってきた。すまない、守れなくて。守ってくれてたよ、今までずっと。いや、チャンスを逃してしまったな。本当にすまない。違う、決めたのは私。一つも後悔してない。あの時帰ったら父さんと話せなかった。こんな風に顔見て。だからいいの。私は大丈夫。自慢の娘だ。誰よりも頑張ってる。愛してるよ、ローズ。私も愛してる、父さん。戻ってきた。戻ったのね。男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ、だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？ああ、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。ねえ、そうね。お月様はシャチとは違うんじゃないかしら。もうわかんないよ。父さん、誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。
見つけた。例の場所だ。こんな日に限って。君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。